はいどうも皆さんこんにちは、ブレサスです。というわけで乙女神楽やっていきましょう。今回はですね、まあ今までね、回復がどうのこうのって言ってたじゃないですか。その回復のメンバーの子たちを集めたパーティーを作りました。でこれ、ももちゃん以外、七夕のももちゃん以外全員配布の星4です。まあ、いいのかなみたいな、作りやすいよねみたいな感じでやってます。あ、これクボちゃんだけ配布の星4じゃねえわ、普通にガチャで出る星4だわ。でもまあ一応星4なので、いいとしましょう。でこちらなんですけど、まあなんでここももちゃん編成したかというと、サポートスキルがランダムな味方にてのスキル発動率を 15% アップしてくれるというものなので、まあ他のメンバーのメインが、アタックスキルが回復のスキルになっていますので、まあそれの発動率を高くするために入れていました。星4でね、実は編成したかったんですけど、いなくていなくて、まあ、いるんですけど、まあ、これ、被ってるメンバーだったりとか、で、いなかったので、ちょっと急遽用意いたしました。ということで、こちらのメンバーで、いろんなところにやっていきたいと思います。あのね、死ににくい。本当に。何かあったらすぐ回復する。まず、こちら、やっていきましょう。まあ、これ、わかりやすいのがね、この、なんだろう。簡易探索に特別探索な気がするんですよね。で、まず、ここで、まあ、ある程度、ダメージ受けといてもらいます。はい、ダメージ。はい、ダメージ。で、回復しちゃう。はい、ダメージ。で、ちょっと回復しちゃう。で、今、このヘルス。このヘルスです。このヘルスで戦っていって、スキップすると、あら不思議あら不思議、なんでだろうと。で、ここでもバトルします。で、これ、大園桃子ちゃんとか、結構、体力減ってるように見えると思いますけど、はい、まず、アタック、待って、回復、アタック、回復って、はい、回復、おかしいんだよな、回復、アタック、回復、アタック、回復、ずっと回復する、この子たち、ずっと回復するよ。おかしいんだよ。もう常に体力マックス付近をもう保ってるもん。おかしいんだよ。っていうような感じでやっていくと、もうほぼほぼ体力マックスの状態で勝てますと。配布だけで作るパーティーなのにマジで死なねえ。これまあどんどんやっていきましょう。で、さっきはね、あのフレンドで中村玲奈ちゃんの星5とかもいたので、だいぶ回復がはかどったんですけど、もうこのメンツだけでも全然回復できる。もうもっとダメージ与えていい。回復押しちゃうけど、もっとダメージ。もっと。もうこんぐらいでいい。ああ、回復しちゃった。もうこんぐらいでも、これを、いきます。はい、クリアします。あら不思議。体力が回復しています。黄色ゲージだった二人が、もう、黄色ゲージじゃないです。おかしいんだよなぁ。こんな、回復だけのパーティーで、こんなことになるとは思わんよ、普通。まあ、基礎ステータスがね、星4なので低いですし、全体のその体力を見ていただければわかると思うんですけど、まあこれいろいろとご説明しますと、左から2番目の岩本蓮華ちゃんだけ、2万台乗っていないんですね。まあこれ理由がいろいろあって、まあ1個が岩本蓮華ちゃん本人がその回復を持ったね、本人が HP がかなり低いっていう点もあって、で、もう一個編成している久保ちゃんだったかな、もう、HP がちょっと低めの子なんですね。なんで、僕が毎回解説で言っている、HP がどうのっていうのは、なんだろう、HP が高い子と攻撃力が低い子と、攻撃力が高い子と HP が低い子を組み合わせればちょうどバランスが取れるので、そういう風に配置してあげればいいと思います。今回ね、他の4人はたまたまそうだったんですけど、星4で固めるってなった時に、この岩本蓮華ちゃんだけどうしても、対象というか相性のいい子がいなくて、ちょっと体力が低い状態になっちゃったんですけどね。まあ、運営さん結構考えてるね。こういう星4、あ、死んでるかな。まあいいや。こういうね、星4をね、わざわざ、っていうか星4で出すっていうのが本当にね、ずるいと思った。で、ここばっかやっててもね、正直ね、いやいやいやと、それ結構簡単に回れるやんけって思うかもしれないので、別のステージも待っていきましょう。まあ、ちょうどもね、特別探索が、回数増加キャンペーンやっていますのでね。で、はい、トラップ踏む、トラップ、回復ちょっと一回挟んじゃうか、回復、いや、ここちょうどいいね。はい、トラップ、はい、ここもトラップじゃなくて、暗闇でトラップで、はい、これ、
あ、またトラップ、はい、こっち戦います。さあこれで戦う、結構厳しそうだけどスキル発動率がめちゃくちゃ上がっている。どん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 、またアタックスキル、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 アタックスキルしか発動しねえじゃねえか。またアタックスキル、またアタックスキル、なんか、まあ、発動率が低いですからね、もともとが。で、これもアタックで、で、はい、回復、アタック、アタック、回復がされない。なかなかされない。はい、回復、はい、回復、攻撃、攻撃、攻撃、以上というふうな感じですね。まあ、さっきまで結構ロー HP だったのがここまで回復しましたね。で、まだまだ、まだまだ戦います。まだ回復できる。まだ回復できる。まあ、1体だけだからそこまで回復はしないと思ったんだけど、結構してるね。1人ダメージ受けてる子いるけど。でも全然問題ない。まだ戦って、スキーコさんポチポチってしちゃえば、あ、いつの間にか回復している。戦えば、1人落ちるんかいいい落ちるんつき方。まあ、基礎捨てが低いからな。そこだけ、そこだけなぜか基礎捨てが低いんですよね。お、で、一番でかいの出たじゃん。っていうような感じで、どん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 やっています。で、僕ね、まあ、一番強いパーティー、僕が今、自分が作れるパーティーで一番強いパーティーあるんですけど、まあ、それとは別で、なんかいろんな集会とかやると、この回復パーティー結構対応してます。純粋に、死なない。純粋に死なない。ここまでダメージ食らっていても、ここで、回復ができるんですよね。ずるいな。まだここで回復、まあこれはね、回復マスがね結構多いんでね、そうじゃなくても、まあこういうところ行ってもポンポンと、はい、回復。ここでもまあ敵が3体でちょっと厳しいかなと思ったけど、でもほぼほぼ全回復。やばいな、回復4積み強すぎるな。でもね、火力が劣るんですよ、やっぱり。星4だからっていうのもあるんですけど。まあ、なんで、サブでは結構火力が高い、攻撃力の基礎捨てが高いメンバーをできるだけ編成してあげたいんですよね。そこら辺が結構ポイントになってくるのかなと思います。毎回落ちるな、君。基礎捨てどんだけ低いんだよ。っていうような感じで。もうこれね、ずっとね、乙女隠れやってる人であれば、もうこの4人は絶対手に入ってると思う。まあ、最初のね、最初の山本蓮香ちゃんがちょっときついかなぐらいだと思うんですけど、直近の七夕イベントでは回復が2人いるというね、ことも、僕も動画で解説とかいろいろやったと思うんで、それを見ていただければ、ちょっと今ラグったな。全然、できるです。で、また次のイベント、七夕の、あ、違う、夏休みか。フレイジアの夏休みとかでは、まあ、全然大丈夫なのかな。大丈夫というか、回復のキャラは多分いないと思う。2回に1回に回復のキャラが出てくるんですよ、今のところイベントでは。なんで今のところは、前回のイベントでこの回復の子が来たので、まあ、今回は回復の子がいないんじゃないかなって僕は思ってますね。まあ、結構回復スキルはすごいいいものだと僕は思っているので、全然ありだと思うんですけど、2回に1回待つっていうのは。たまに気になるんだけど、この新しいスキンのエフェクトですか、なんかモニュッとしてるよね。なんでこのモニュッとしてんだろう。これ、おーおー、花火綺麗。通常攻撃か、 AA がなんかモニュッとしてる感じ。モニュッとしてる感じって言い方変だけど、なんかモニュッとしてるよね。はい、そんな感じでございます。なんで結構回復4積みのパーティーでも全然強いのかなという風な動画でした。で、基礎捨てが、まあちょっと低めでしたね。ちょっと岩本蓮香ちゃんのとこだけ。まあこの本人がね、今詳細見れるかな？よいしょ。まあ、体力7862で攻撃力が2296なんで、まあまあまあみたいな感じなんですけど。で、こっちとかはね、16000だったりとか、こっちも13000だったりとか、結構タンキーな感じなので、体力の確保は、他のキャラはできてる気がするんですけど、まあ彼女だけ、岩本蓮香ちゃんだけ基礎捨てがちょっと低めなので、ちょっとそこがネックかなと、ポイントになっちゃうのかなっていう風なイメージがありますね。やっぱ回復の発動率がちょっと低いですよね。20% の確率だったり、
ホリミュラちゃんに関しては 16% の確率なので、結構確率 20% 台がメインなのかな。なのでまあ5回に1回出るみたいなイメージですね。イメージで言うと、なのでちょっとまあ出る確率はそのサブで編成した攻撃型のスキルの方がよく出てたと思うんですけど、まあ全然出れば出るほど回復はするんでいいかなと思います。まあさっきも見てた通り、ザンビ1体の攻撃がだいたいね1000以下ぐらいがベースなので、まあそんな大打撃受けなければ全然回復できると思います。はい、そんな感じでね、回復の子たち結構重宝してずっとしてるんです僕は。なんかみんなも取っとけよみたいな感じで動画でも伝えてるんですけど、そんな感じで以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。